スル TV。 ゼレゼレ、どうもスースルです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はこの間ネット番組で共演した方がどうしても二郎系のラーメンをすすりたいということで、というわけで本日一緒にすするのはこちらの方です。お願いします。はい、皆様こんにちは、ゆまだよ。いや、めっちゃ鼻声じゃないですか。風邪をひいてってね。タイミング悪い。というわけで、ゆまチャンネルのゆまさんを連れていくのはこちらのお店です。ドン、都営三田線白山駅から徒歩1分のところにあります夢を語れ東京さんにお邪魔してます。まさかの青森県出身って、こんなに俺なまり抜けてない青森の人初めて見たってぐらい。でもそれ、その方が田舎なのに。おい、めっちゃディスられてんだ俺の地元。でも今回は夢を語れ東京さんということで、二郎系のラーメン初っすか。ほら、早速行きましょう。レッツゴー。さあ、夢を語れ東京さん、初見さです。今回はシンプルにラーメンと生卵をプッシュ。そしてゆまさんも同じくラーメンと生卵をプッシュしていました。たくさんお話ししたので、詳しくはサブちゃんを見てほしいなと思いながら待ってた。こちらが夢を語れ東京さんのラーメンに野菜、ニンニク、油です。フェイフェイ、大量の油と大量の肉たち、こりゃしょっぱうまな気しかしないぞってことで、一緒にいただきます。まずは野菜からパクリ。油と肉がかかっているので、野菜とマッチしまくってガンガン食らえちゃう。ドリーミンの綺麗なハーモニーって感じではなく、かなりのパワータッグです。では、ある程度野菜を食べたら、ここで豚。超柔らかなホロホロ食感で、このどでかさに対する満足感ももちろんあり。大豚ラバーズって感じです。ここでゆまさんも豚をパクリ。いいっすね。それではゆまさんも大満足な豚だということで、そろそろ麺いきましょう。極太のド迫力麺をそろそろジャヒーン。夢のようにむわっと香る小麦にゴワゴワワシワシ食感が夢じゃないよと訴えかけてくる。スープは変わらずおとなしめですが、今麺食ってるなーって実感できるインパクトがあります。そう、下からこうグッと持ち上げて天地返し。そこ天地返し。あ、いい感じいい感じいい感じ。甘い。ご飯とかにも合うし。あ、ご飯絶対合うんすよ。うん。では、すすりも負けじと別皿油に絡めて、よっしゃ、すすろー。おやみーん。嫌がおうでもパンチがプラスされ、ジャンキー&うまーい。この別皿油を開発した人に、夢の国の年パスをプレゼントしたいです。ってなわけで、その勢いのまま油を絡めた麺をさらに生卵にくぐらせてすすってみたりして、ゆまさんにこのラーメンの楽しみ方を身をもってお伝えしていたら、いつの間にか完食です。大変美味しくすれました。相変わらずの大迫力麺と別皿油は偉大でした。それでは、ゴスライ。はい、ごちそうさまでした。いや、夢を語れ東京さんに行ってきたんですけれども、どうでしたか。めっちゃ美味しかったです。ああ、もう良かった、本当に。生卵、うん、確かに生卵って多分普通のラーメン屋さんとかだとあんまやんないと思うんで、うん、うん、量が、まあ量やっぱ初めてだよね、うん、ちょっとこうきついかなって思うようでしたけど、全然美味しかったです。あ、もう良かったです。見た目ほど、うん、そうね、見た目ほどゴテゴテしないというかね、そういう感じあります。黒くなくて美味しく食べれました、うん、良かったです、気に入っていただいてはい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました、本当に。またぜひ地元でも何でも、はい、よろしくお願いします。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、夢を語れ東京さん、夢を語れ青森や。はい、でもだって青森市よりも絶対弘前市の方が栄えてるんですよ。いやいやいや、でも鉛は絶対そっちの方が強い、はい、鉛はこっちの方がきつい感じはします。だからなんかかぶれちゃったな。かぶれちゃった終わり